家製ジェノベーゼ。椎茸入れてね、感じが良くなってきましたよ。自家製ジェノベーゼ、そうジェノベーゼ自体ジェノベーゼソース、自家製のスイートバジルで作ったね、ジェノベーゼソースが、こうやってね、美味しくね、出来上がってくるんですよ。もう余熱でやろう、これを。余熱で。ちょっと余熱で、はい。してください。バジルを取りに行きました。かわいいな。色がちょっとあれだ。うん。かわいいね、バジルも。はい。最後、バジルを乗せて、自家製ジェノベーゼ。味はいいよ。